ペルシアのヤコボス、またはヤコボス・インテルキススは、ペルシアのキリスト教の殉教者で、聖教会、非カルケドン派、カトリック教会の聖人。記憶日は11月27日。インテルキススとは、ラテン語で、切り刻まれたものを意味し、細切れの聖、ヤコボスとも呼ばれる。ヤコボスは、ペルシア帝国サーサーン・アサのヤズレギルド一世の家臣であった。 ヤスデギルド一世の死後、バハラーム五世の地下で行われたキリスト教への迫害のために殉教した。同じく、バハラーム五世の迫害により殉教した聖人として、聖、マハサポルが知られる。ヤコボスは、ペルシアの首都でアルベート・ラパトにおいて、キリスト教徒の貴族の家に生まれ、ペルシア王に徴用されていた。ヤコボスは、王に対する忠誠心により、 キリスト教の神を崇めたために母と妻から絶縁された。ヤコボスは家族は他人となり神から遠ざかってしまったことを後悔した。ある日のことヤコボスはペルシア王にキリスト教徒かと問いただされ脅されたがキリスト教徒だと答え信仰を捨てなかった。ペルシア王はキリスト教徒たちへの見せしめのためにヤコボスを拷問にかけて処刑することにした。 ケイリの手により体を細切れにされることとなったが、ヤコボスは体が一箇所切り落とされるたびに神をたえた。ヤコボスは、両手足の指、両足、両手、両腕、両腿の28箇所を切断され、最後に斬首されて死んだ。ヤコボスの遺体は、キリスト教徒たちの手により盗み出され埋葬された。ここまで。 細切れの聖ヤコボスの頭のための聖骨箱ヤコボスの頭の骨は1103年にフランスのトゥール市教区に運ばれ1440年頃バチ館に移されたと伝えられている。ありがとうございます。